トラセナ .tv。 誰か言えや。え、もう最初はアキトって決まってんじゃない？あ、そうなの。こんばんは。出やなかんやん、ほら。こんばんは。出やなかんやん。こんばんは。はい、せい。こんばんは、皆さん。窓ロム窓辺第6夜。6夜。6夜。6。あ、6まで来ましたね。何やねんそれ。6夜。これ。気持ち悪いわ。なんかイラつくわ。3のことをこうするとか。こうするやつな。3ページ開いてくれ。人生でしたことない3ページそんなんで。小指から始める人とかな。ほら、脱線しすぎだよ、俺。ロッケから脱線してる。あかんね。そうやで、ロッケから。で、今日は何喋るの？今日は、あれですよ。よそじあるあるやろ？よそじあるある。よそじあるある。よそじあるあるシリーズ。なんか、インスタとか見てたら、うん、なんか40代の人にこれ見せたら喜ぶだろうっていうやつを、あー、なんかよあるな、行きましょうみたいなやつで、あるな、懐かしい、ドラマ、ドラマ話をしてて、そうそう、長くなりそうなやつや、それ。そうですよ、ドラマだけじゃなくて主題歌とともにドハマりした懐かしのドラマ。ドハマり難しいなぁ、でもそれ。いや、もう私も揺るがないやつがあって、私が言いたいからもうこのお題にしたっていうぐらい。あ、そう。じゃあ、あなたから言うんですか、それ。何言うんですか、取っときますか、最後。私、最後です。そんなに、何最後持っていこう、持ってんな。最後の尺、欲しがる。美味しいとこ全部持っていこう、持っとんな。ほら、もう、まあ、言うとくけど、最後になったら、時間なくなるで。なくなる。お前、カットされる。え、3つが言いたい。カットされる。カットされる。3つ言いたい。いや、みんな3つぐらい言いたいのあんねん。あんねん。あるある、あるある。まあまあ、でも、こういう話題になった時に、一番、話題に乏しいであろう、小川君から行くべきや、これは。せやな。いや、それなりに10代後半から、大学ぐらいまではまあまあ見てんねん。まあまあ見てるんやけど、結構その主題歌とドラマとが一致してなかったりとか、記憶がちょっとずれてたりするからな。あ、まあそういうのは、正直ある。あるあるある。結構、意外にある。意外になんか微妙なすれ違いしてる。そうそうそう、めちゃめちゃ違ってて。すれ違い、勘違いだろ。誰とすれ違ってか。いやちゃうね、多分な、それ何かしらその同じタイプの人が被ってんね。そう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 。うん、まあまあまあ、おがく、まあまあまあ、おがく行ってみようや。行ってみよう。主題歌そこまで気に入ったかというと別どっちやね、別なんやけど、ドラマとしてやっぱりすごい好きやったんは、まあ僕も2つ3つあんねんけど、まあ、1個はお金がない。お金がない。ああ、いや、あの時代の織田裕二はいいよ。よかったな。いや、最高ですよ、もう。あれの、あの大前直美と、あの東幹久。東幹久最高。東幹久、あそこでもう開花したよな、もう。開花したよ。うん。開花した。開花したよ。評論家やな。あの、織田裕二が主役になると、主題歌織田裕二やね。そうそう。オーバーザトラブルやね。そうや。みんな歌うねんね、でも。いや、別に曲嫌いじゃないけど、別に特別。織田裕二をそこまで歌手として意識したことなくて。そうですね。いや、お金がないの一番良かったシーンは、東幹久が、まあちょっとエリート社員ね、で、財前直美のこと好きになる、なって、レストラン連れて行くんやけど、財前直美が、まあ庶民的やから、そういう食べ方がわからんかったところで、その財前直美に合わせて、エビを
手でむしり取ってかぶりつくという東美希さんの優しさ。俺な小川君に語れるやん俺。すごい、ね、知ってるそのシーン覚えてる。横取りしたよこれ、言われたら分かる。誰のターンやねんこれ。誰のターンやんお前。ブブンブブン結構いろいろ好きなんやけど、あのヤクザ役の人誰や。あ今井さんな、亡くなっちゃったけどね。ああはい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 、あの人がちょくちょく見せる情とかな。もう具体的なシーンは覚えてないけど。もう忘れてるな、だいぶ。あ、なんやったかな、でも見てたけどな。あと、なんか子供が小銭を集めて買い物行って、それがバラバラと落ちたのを、ネクタイ買いに行くやつな。そうそうそう。そうそう、めっちゃ覚えてるやん。小田裕二がその大きい会社に就職したから、その弟たちが小銭を集めて、そのデパートに。なんかそんな持ってったけども、店員さんにもうなんかバーって手払われて、小銭ばっかりからあかんって言われて、そうそうそう。で小田裕二がその自分の働いたそのデパートのその女社長かなんかに言うっていうな、こういうことがありましたっていうこと。そうそうそう、全然語られてないやんほんまに。あかんねん、ほんまにってそういうの記憶できへんからな。わあ、うちも記憶できへんタイプ。いろいろ頭に浮かんでるのはあるけど、ちょっとあんま長 なりすぎたらあかんから、僕これで終わるわ。終わるわ。終わる、もっと。お風呂上がるわみたいな。オーバードトラブルで。オーバードトラブルで。みんなの頭の中にオーバードトラブルが流れてるでしょ。うん、まあじゃあ次はジョニーやな、やっぱり。そうやな。いや僕もでもジョニーのイメージないな。何見てる？いつもな。ハマったドラマと、確かにね、その主題歌が良かったドラマってなんかやっぱりちょっと違うよね。あ、やっぱり。うん、確かにな。あと主題歌って言われると辛いな。そうなの、ね。あ、両方言ったや。めっちゃ見てたのは。家なき子をめっちゃ見てたね。しんどいなぁ。しんどいなぁ。家なき子はしんどいなぁ。足立由美好き？足立由美好き？いやでも、確かに。まあでも見たけど。誰かって誰や？ほら、トワキーの。見たもの。中島みゆきさん。家なき子さんですよ。中島みゆきさんの。もうあの内藤さんはほんまにクソ親父やったからな。クソ親父やったなぁ。あ、しばき回してたもんな。最後どうなったっけ、あれ最後。覚えてない。もう全然覚えてない。確かに。全然覚えてない。見てたのに覚えてない、ね。そうやね。犬が結構見てたの覚えてない。犬が竜っていう名前やった気がする。そうそうそう。そう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 。あの名言な、きこでも語られへんな。同情するなら金、同情するなら金をくれしか言われへんわ俺。ってな。あれやんか、あの覚えてない。あのエリカが例えてあげる。エリカが例えてあげるやつな。あれ誰や。名前出てこい。名前出てこい。なんとか。榎本かな子。大魔神佐々木と結婚したからな。そう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 。そう。で、エリカが例えてあげる。例えてあげる。と食べなさいよ、便所味のおにぎりよ。一回落とすのよ、おにぎり。それ食べさすの。これ今ちょっと放送できへんなさそうな内容やな。いやー、できへんの多いって。できへんのめっちゃ多いって。ほんまに。家なき子な。家なき子が出てきたか。はい。出てきたな。次、あの、うち行こうか、今放送できへんシリーズ、毎度お騒がせします。あ、俺それ見てない、見てない、俺。嘘やねんな。題名は知ってる。CCB やん、CCB。嘘やん。出るそれ。あれか、中山美穂。出るの。そうそう、中山美穂。中山美穂やな、そこまではわかんない。え、だからみんなが子供すぎてさ。そう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 。あの幼稚園ぐらいやろ、誰も見てないと思う。見てない時で、うん。せやろ、年齢はごまかしてないで。やっぱり、ちょっとエロかったんだっけ。そうそう、あの、第1話のタイトル知ってる？知らん。
流せるそれ流せるちょっとあのこんにちは、うん、ポコチですひどいな。第2話がさ、親父のセックス相談やからすごいなぁ。ミポリン、ミポリン全盛期やろ、でも。そやで、第3話パンツでデート、第4話おっぱいに、おっぱいに乾杯。ばっかりな。そやで。え、そんなんやったっけ？え、すごいねんってこれ。すごいねんってこれ。本当になんかな、あのなんか団地で住んでるなんか友何同級生みたいな、なんか家族ぐるみで仲いいみたいな感じじゃない？やったかな、なんか覚えてないから。覚えて、いや俺それ毎度お探ししました、全然語られへんわ俺。そやろそやろ、いやもう一つはなあっちやね。そもそも曲は何やった？そやろ、え、あの、シシビアン。ロマンティックだった。ああ、そうか。なるほど。そうそう。いや、あ、もう一つは、うん、世界で一番君が好きが好きやったけど。ああ、知らん？浅野温子と。浅野温子や。浅野温子と三上博史よ。そうや、そうや。いやでも、それも、リンドバーグ。ちょっと古いわ。リンドバーグ。それ古いわ。だいぶ古いわ、ちょっと。いやだからうちも知らん？ちゃんと知らんわ。あの、うん、あれエスカレーターでこうすれ違うやつ、キュスするやつ。あーはい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 。これはあの1990年や。あかんな。楽しん知ってるわ。それはちょっと古すぎるで。いやその時代が一番好きやん、ね。早熟やな。いやそうや、早熟や、早熟や、早熟すぎても。ドラマ見てないわその頃。でもなんかそのエスカレーターのシーンがなんか子供心、あ、え、子供心になんか、いやすごいと思って、なんかこなんてドラマチックだと思って。そうやろ。でもなんかいやいや降りてゆっくりせよって、下でゆっくりせよって言われて、そうそうあそうかってすごい残念に思った覚えがある。いやー、三上博史はかっこいいよ。たまらんな。いやー、三上博史かっこいいよな。三上博史やっぱかっこいいよ。かっこいい。いやー、変わらず今も。浅野温子もな、うん、お好きやった私。あの財前直美も出てたで。え？財前直美も出てた。だったら、俺たちの青春は財前直美。財前直美やった。財前直美出てたよ。まあ、元祖サワサワ系女子の結婚したら幸せになれそうな人っていう。そう？いや、分かる分かる。あのドラマでの役のイメージな。あまあ、いろいろあるけどな。両方ほんまにちゃんと知らんわ。そんなん言ったら俺も2つ言いたいわ。私3つ言うからな。いやだって分かってくれへんかったからとりあえず言うたんやけど。いやちょっとどっちもちょっと早熟すぎてちょっとしんどかったわ。早熟かー。ほんで秋俺、はい、俺まあそう言われると2つあんねんな。まあ1個は、うん、1個は多分元祖自分がちょっとそういうなんていうかな、言葉ってすごい大事やなって思った作品。おお。まああの野島伸司の世紀末の歌。え？知らんぞ。うっせやろ。え？竹野内豊と山崎努とか酒井真希とかさ、あの一回だ一話ずつ終わるやつ。知らめな分からん。ジョン・レノンのラブが主題歌。イマジン、あのラブとかスタンドバイミー。でもそれが分からん。嘘やん。あ、これ知ってるけど。あ、もうその頃もうドラマ見てないわ、うち。もうちゃうねん。すごい。この時代も見てない。さっき調べたら1998年のがやった。あ、そうやろ。もう見てない。もう10か。大人やな。なんでやねん。まあ、なしか、もう野島伸司節で、もうとてつもなく暗いね。春の愛も出てるぞ。くらい、もうほんまに、あの、第1話がほんまに
自殺しようとしてたその若者竹野内豊と、もう仕事うまくいかなくなうまくいかなくなった 山崎努が、あのビルの上から自殺しようとしたときに2人が 目合って自殺をやめるっていうシーンから始まるドラマで、そこから2人本愛とは愛とは何やっていうのについて永遠とこう第11話ぐらいまでそのなんていうの、愛は最終愛とは何であるっていう答えを見つけるドラマやね。で 1話ずつ最後にちょっとした詩があって、愛は何々なんだみたいな詩で終わって、あのジョン・レノンのラブが流れるっていう、とてつもなくもう野島真嗣の完全なるもうオナニー作品やったと思う俺あれは。あ、そうやな。でもちゃんとあれやな、なんか作品として見てるな、なんかもう、いやすごかったと思うね。 今見直してもすごいと思うね。俺だって小説も買ったもん、大江千里とかで、大江千里が桜井幸子の奥さんを持ってるパン屋さん役で、あ、その時も出てたんや。そう、でも桜井幸子は本当は死んでるんやけども、死んで冷蔵庫にずっと入れてんねん。いやだからもうすごいいろんな愛の形が出てくんねん。あ、はい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 、はい、でも愛しすぎてて、もうとてつもなく綺麗にもうその冷蔵庫でもその奥さんをまあ保存してるって言い方嫌やけど保管してんねんな。恋するコッペパン、いや、あ、そう、それで、そのパンを食べるともう人が恋するっていうパンですごい人気になるんやけども、理由はその奥さんを思って涙を流しながら大江千里がそのパンを作ることによって、それがそういうっていうのを山崎努がそれはだが犯罪だっていうね。ああ。だからなん、まあ、ちょっと見もう見て出た見れるのこれは。わからん、見て。今アマゾンプライムやってないから。は10年愛やわ。見てほしい。10年愛やわ。知らんよ。心理は10年愛やわ。まあ。いやもう見てないけど。見てないんかい。もう一個はあれも野島真嗣かもしれんけど、ごめん。出たよ。この世の果て。あ、いやな、それ。いやな、そう。じゃあね、あれは。もうあれはもう何の救いもないけど、っていうかこれも三上博史やな、今思えば。三上博史やな。三上博史と鈴木保奈美、最強タッグ、この二人。最後はあのヘリコプターから三上博史を下に見つけて飛び降りる時の鈴木保奈美の笑顔、もうあれもうどっか多分拾って、微笑み、もうやばい。確かに。ゾクッ。もうあの演技はゾクゾクする。花嫁姿でやろう。そう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 。そう。もうとてつもない救いのないドラマやったけど、天才ピアニスト三上博史が自分の手にガラスの割れた瓶をってこう刺すっていう、もうとてつもない、もう意味わからへん。で、尾崎豊のオーマイリトルガール。オーマイリトルガール。もう救いないやろ、もう。オーマイリトルガール、あったな。何時か三上博史がシャブ中なんで。そうやったっけ。そう、シャブ中になって鈴木保奈美が看病して立ち直るんやけども、そっからもう彼その三上博史の元を離れてその別の人と結婚して、そのなんかわからんけどヘリコプター乗るんやけど、すっごいお金持ちやね、多分結婚するとか。そう、 お金持ちと結婚するんやけど、それを下で三上博史が寂しそうな顔でその鈴木保奈美を見上げた顔を見た瞬間、鈴木保奈美はその婚約者に微笑んだまま、そっからヘリコプターから飛び降りるっていう。飛び降りる。下海やね。そう。海で。で、多分植物に。時代が違うとあれやな。そうそう。すごいな、やっぱ時代が。すごい。そういう。でも死なへんねんで、ね。ギリギリ死なへんねん。でも最後。死じゃないわ。いや、多分そんな。で、最後、三上博史がリンゴとかを吸ってるシーンがあんね。要するにもう固形物食べられへんようになってるっていうシーンで終わるっていう、とてつもないもう救いようのない。時代的に暗いドラマ多かったよな、多分な。多かった。なんかなあ、てかまあ鈴木保奈美がの出てるドラマは大体ちょっと訳ありやで全部、うん、あの恋人よとかね、
多分そういう影響を受けて今俺そういう音楽をしてしまってんちゃうかなって気してる、ね、かもしれないね。はい、メインディッシュのビトコン。はい、私はもうドラマも主題歌ももう好きすぎるっていう、まあ振り返ればやつがいる。いやもう思った通りやってんけど今思った通りのが出てきてんけど、どうせチャギアンダスケやろうと思ったけど、そう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 、どうせ来るやろ思ったね。今まで隠してたけど、もう無類のチャギアスファンで私、いや隠してにじみ出てるにじみ出てるごめんやけど、本邦初公開するけどチャギアスがもう好きすぎて。あそうね、振り返ればやつがいるな、ほんまに。もう織田、はい、今まで隠してたけど織田裕二がすごい好きで私、はい本邦初公開第2初公開やな、織田裕二と、もうやーやーやーだからもう完璧すぎるわと思ってたんやけど、いやいや昨日はたと思い出したら、うん、あんまドラマ見てないね。どういうこと？オレンジ好きなの。ちゃんと見れよ。石黒賢と石黒賢で、で西村雅彦も出てる。名シーンは知ってんねんけど、あれ全部は見てないわ私ドラマと思って。なんか織田裕二が怖い顔しての嫌やってと笑っててほしい。ずっとメンチ切れてたもんね。そうずっとメンチ切ってたもんな。そうずっと面識ってたからちょっと優しくないわ。対立してたからなずっとな。そう芝と、だからあちゃうわと思って、なんか一番ドラマと主題歌が完璧に好きやったのは妹よやね、うん、妹よな。そうやね、だからその妹よは何でも語れんで、あれ中学校やったな中学、俺だってあの曲めっちゃ廊下で歌ってたもん。見たかもしれんぐらい。じゃあ岸谷に全く見てない。え、なんで全く見てない。そう、めぐり合いやろ、めぐり合い。めぐり合い。チャゲ&アスカのめぐり合いや。見てないわ。どんなめぐり合い。いやいや、曲は知ってるよ。曲はもうチャゲアス好きやからな。完璧よ。知ってるよ。恋で泣かした人と。ってな。1994年やな。中2の糖質で、いやもうテレビ見てないな。妹ような話したような気がする、なんか。いや、多分してたと思うで。あれ、うん、あの頃の熱量は、俺も確かに妹よめちゃめちゃ熱量だったもん。やろう、なんか2つぐらい後ろにアキンが座ってて、なんか唐沢俊明がどうのこうのっていう話を中2の時にしたような気がする。あれ、多分、いやだってもう、あの時期、俺、あの時期ほんまに山口智子、鶴田真由、涌井絵美、うん、もう俺の中でこの3トップも完璧やったもん俺。なんか時代感じるな。時代感じるやろ。この涌井絵美とか今もう良い、ね、いいお母さん役だなってから。お母さんやもんな。織田裕二は AD ブギのが好きやな。まあ、だから分かれへんよ。分からへん。なんでよ。え、織田裕二何の時代って。AD ブギAD ブギ知らんわ。ほっとけないよやん。くすのせせしろやん、うん、ちょっとやっぱ時代がちょっと時代ちゃうやど、なんでちょっと、いやだからうちも高校中学だったもん見てないもんドラマ三つん今ちょっとあれ、ね、年齢詐称疑惑出てんで今お前やねほんまに。今ちょっと年齢詐称疑惑出てる。うん、ちょっと待って、5人が5人とも。あ、わかんない。ああ、ならへんかったな、ほんまに。ああってなんないもん。もう共通点なんなん。全然メンバーあるあるならへんな。ならへんかった。なんなん、101回目のプロポーズとか、東京ラブストーリーとかやろ。お金それ話しなあかんの。それは嫌やな。見てないね。王道すぎてな。未成年とかも前やったで。未成年な。未成年とかな、やってたな。あれは、若者のすべて。いやー、もう通ってないね。なんでの？通ってないね。何言って
ったの？それで白線流しのそういった酒井、白線流しも行ってないもん。酒井美希、2つ目はあるとしたら白線流しやったの。そうやな。白線流しのあの空も飛べるはずがすごい好きやった。な、スピッツな。まああの辺は、あの辺は青春や、これ。やっぱり、うちあれやな、古いな。小田裕二でも、まあ、予備校武器とかやね。予備校武器な。卒業とか、ママ母武器とかな。それ知らん。あの、プロホル、ゴルファー、プロゴルファーレオとか。知らんわ。言ってること全然分かれへん。大変だよ、予備校武器は、あれや、あの、再放送やってたから。で小田裕二から再放送やで、うちも。見てたけど、大放送でもだから多分3つの見てる時期で俺唯一合わせるのならば教師ビンビン物語ぐらいは。それそこやろ、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 そこやったら、そこやったら全然ついていけない。教師ビンビン物語やったらついていけない。ようちゃいたいな、それ徳川龍之介な、徳川龍之介な。そこやったら、そこやったらごめんやけど、めちゃめちゃついていけるんやけど、そこな。あ、あとあれ、ね、あれ、小泉キョンキョンのあれ、キョンキョン、え、なんだっけ、あれ、なんだっけ、あの、あの陣内愛し合って、愛し合ってるか、愛し合ってるか、愛し合ってるか、あの辺やったら俺、しゃべれる。ウルフ、いいっちゅうね。愛し合ってるか、なんか、あの辺、そうねや。あの辺ぐらい、なんでよ、あれ、あの辺、確かに、でもあの辺ぐらいから俺もドラマ見てるわ。いや、確かに僕も見てた。見てたやろ、なんとなく見てたけど、ね、ほらちょっといいの出してきたやろ、ね、でさもうそれ言うてたらいっぱい出てきたわ、言いたいドラマめっちゃ出てきた。これ多分、これもしかしたらあの好評につき2夜連続分けた方が良かったかもしれない。分けた方が良かったかもしれない。そうやな。あ、ほんまやな。分けてもいい。分けてもいい。っていうか、あの長くなったのは何度も言うけど3つのせい。3つのせい。3つのせい、もうちゃんと盛り上げようとしたんや、盛り上げようと。ちゃんと言っても101回目のプロポーズとか、東京ラブストーリーとか、まあ高校の時見て100、あの100戦流しとか見てたよとか言ってくれたら、俺らもうあの頃はいい時代やったよなって終わったのに、なんたらブギだの、CCB だの、もう知らんがな。いや、いつからドラマ見とんの。いいよ、うちの友達と会うね。大丈夫。うちの友達の、ね、年齢上やろ。ちょ、小学生の時とかめっちゃ話してたもん。ドラマの話。めっちゃ知ってた人。友達だった。早熟な小学校ってある？早熟な小学校って何？反省として今日あれでも3つが締めてや。締める、責任締めよう。ちゃんと今日のそれはこの夜を乱したんやから、もう夜の乱した、夜はちゃんと乱した、乱れる夜、乱す、また変な名言出てたな、夜乱れる、新曲夜乱れる流すの、ちょっともうタイトルだけでだいぶエロいな。夜乱れたらだいぶいい風には思えない。ジョニーが好きそうなやつや。そうやな、ジョニーが好きやな。でもジョニーになすりつけといたらいいよ。はい、締めましょうか。じゃあ、はい、そうですね、僕やはそんな感じで、はい、終わりよ。終わりよ。終わりよ。あとはドラセンの曲聴いて終わりよ。終わりよ。お眠りよ。みんな寝てよ。寝てよ、もうみんな。寝て、もう荒ぶった心をもう押さえて寝ても。耳流しして寝てよ。そうそう、お耳。お耳。分かれへんよ、それも。お耳汚しやな。お耳汚しして夜乱れてな。うん、まあ、宿題はこの世の果ての鈴木保奈美のヘリコプターから降りるシーンの笑顔を見て。コメント欄にちょっと何かを感じたらみんな残しておいて、ここに、ね、残しておいて、はい、もう YouTube に探しておいてな。探しておくわ、ちょっとリンクあったら探しておくわ。そこまでしてくれんな、見えへんから。分かったあるかどうか分からんけど探しておく。それでは皆さん、おやすみなさー。
は何を探しているんだろう。伸びた爪を鳴らして霞んでく君は何を見つめて